五角形にしましょうか。五角形で三角形のお山がだいたいこの手のひらの2分の1ぐらいのところまで生えている。指を描いていくんですけど、まあだいたいここの手のひらの高さと同じぐらいの長さが指になるので、まあそれをですね、仕組みとして覚えていただくと、指もですね、そこまで大きくなったり、あるいは極端にちっちゃくなったりっていうことを避けることができるよ。どれどれっていうことですね。みんなして楽しく手を描いていこうぜっていう話ですよ。指は描けるととっても楽しいから描いちゃってっていう話です。まあ指のこれ個人的なおすすめなんですけど、描き順としましては、最初にですね、まあ、小指とあと親指外側から書いて、そこからですね、中の間をちゃんと帳尻を合わせるように調整して配置させていくっていうのがベストかなと思います。とは言いつつも、今思い切り親指書いてないんで全く参考になってないんですけど、まあそれもまた人生ですよね。こういう風に帳尻を合わせていく。でこれ、まあ、親指は一番外側にあるんで、外側に、まあ、広げた場合はね、完全に独立しておりますので、もう親指はもう親指単体だけでしっかりと見て書いていただくのもありっちゃありっていう話ですよね。マスカケ線でも書いといてあげようかな。ふいうふい、天下統一をする手だ。手の向きが変わっても特にやることは変わらずで、まずはやっぱり四角形から書いていく。で親指の島を書いていく三角形なんですけど、この三角形は結構自由自在に内側にも動くので、親指のポーズによって書いていく。で、第二関節のところに取り間あたりを軽く線で引いていく。でそこから距離を導き出して、そんで指先から書いていく。基本的に人差し指と小指と親指は、独立して動いても違和感はないんですけど、薬指と中指は一緒に動いていた方が違和感がない。薬指と中指を独立して動かしちゃうとちょっと違和感が生じちゃうので、もうこの人差し指と薬指は基本仲がいいと思っていただくといいかなと。こんな感じでもう一緒に書いておく。本当はここで分かれてるんですけど、もう一緒に捉えて書いちゃった方が書くのも楽なんで、これ2本セットで覚える。で小指はさっきお伝えしたように独立して動いてもそんなに違和感がないというか、まあ、なんかこう上品な感じとかね、セクシーな感じも出せるんでいいかなと。やっぱり、指先から書いていって、ここの付け根にきちんと合わせていく。で細かいところを修正していって、まあより手の肉肉しい感じをつけて完成という感じですね。こっちのポーズとかだったら奥行きが生じていない、もうまんま平面的な四角形で捉えてみていただいてもいいんですけど、こっちになってくると平面的な立体で捉えられなくなってきちゃうよと。これって四角形で直すとこういう風な奥行きが生じてるんですよね。こうやってこういう立体、こうですね、こことここに側面が生じちゃうので厚みもイメージしなきゃいけなくなっちゃうぞと。だから奥行きが生じる指に関してはまあレベルがぐっと上がっちゃうので、まあ最初は比率とかバランスを見るためにもこういった平面的なポージングの指から練習されると一番いいかなという感じですね。で四角形とは言っても中指のここの長さが一番高いので、気持ちちょっとこういう風な山なりになるような感じで四角形もイメージしていただくといいかなと思います。
で、第二関節ですね。第二関節のあたりを取って、そこから指を描いていくぞと。中指と薬指をもう一緒くたに捉える。それが一番違和感がないし、一番楽なんで、もう先に捉えちゃいましょうと。で、次に小指と人差し指は独立しても違和感がないので、小指と人差し指を次に書いていく。先端から書いていって、で、付け根に向かって書いて、辻褄を合わせていくと。人差し指も、まずは先端から書いていきましょうと。で、結構指先とかは、反るような感じで、外側にこう反るような感じで書いていただくと、美しく見えるので、そうやって書いていただくといいかなと思います。こんな感じですね。こういう風に反る感じ。超かっこいいから、そこんとこよろしく。こんな感じですね。